はい、こんにちは。えー、相手の人形はリバースなので、前衛にクラリッサと影ブラドが来る紫アタッカーのチーム構成です。また、クラリッサは生属性に追加ダメージを持つ超高速アタッカーなので、こちらは黄色を入れづらいです。えー、キングストンと 嵐もかなりいやらしいですよね。えー、ギネビアは、えー、仲間と隣にいる仲間の、えー、回復です。またリバースなのでこの3体だけが回復するはずです。はい、えー、これが W や、えー、リバース W の陣形だとギネビアで全員が回復できるんですけどもリバースなので。 3体だけが回復持ちですえー、キングストーンや嵐がいるのでこちらは事務基礎を入れていますはいではいきまーすはい、えー、では緑と赤を消したいので最初はいらない玉を消しますね はい、えー、緑と赤を消してスキルを発動しておきたいですはい、えー、ではもう一回違うことをしようかなはい、クラディスもう一回違うことをする余裕があるかああ 相手のスキル発動に合わせて一度ガーネットを発動しはい、えー、盤面に緑と赤を引き寄せようとしていますギネビアが何か倒れたはいでは、えー、久しぶりに今回はテルディアを入れています で、えー、相手の緑に対する属性を、えー、嵐狙いましょうか。一玉しか与えれないですけれども、緑の属性ダウンを与えて、嵐に緑玉を当てます。はい、えー 盤面整理ちょっと手こずりましたけど、おおむね順調ですかね。はい、穴が開いているので、空打ちも利用していきます。はい、では、えちょっとガーネット温存しましょうかね。これでレベル2で発動できると思います。 はい、レベル、これで、嵐倒れて、はい、ガーネットもレベル2で発動し、本当は今は影ブラドに緑玉を当てたいのですが、来ますね。はい、これでそろそろ影ブラドにも、蹴りをつけれるかな。 ははい、では、えー、と大穴が開いているので、えー、盤面整理をして、えー、緑と赤のマナーを貯めてあとはスキルで倒したいです、うん、はい、えー、大穴を利用してあとはスキルで倒す作戦です はい、ではやはり、えー、慎重に焦らずゆっくり着実に、えー、穴でマナーを貯めてスキルで倒しますはい、えー、厄介そうに見えましたが1つずつ対処していくことで勝つことができました、えー、あとギネビアを最初にパズルで倒せてしまったのは、えー、驚きの幸運でした はい、ありがとうございました。